週来週とちょっと天気悪そうですね。まあ寒くはないですけどね。でもなんかもう雨が、あっちの方は雨が降ってるようですね。あんまり長くは散歩できないと思いますけど、できるだけなぎに外の世界でしっかりと順応してもらわないといけないからねまあだいぶね上手になってきたかなわかんないですけど、まあ頑張ってるかなって感じですね。さあ、じゃあ散歩行こう。よいしょ、膝が痛い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 。じゃあ今日もよろしくお願いします。ナギはこういう国道を歩くと敏感すぎて異常に反応してしまうんで、ほとんど指示が入らなくなるんですけど、今日はまだちょっとマシかな。今日はマシやね、ちょっとね。まあこういう交差点を、信号がある交差点を何回も渡れず信号が変わるのを待つことは多々あるんですけども、まあまあマシですね。ちょっと上手になったかな散歩。やっぱりおいで、うん、この辺だとだいぶ指示入るね。もう分かっとるんやね。ああ、いい感じ。お座りよ。あ、上手。あ、上手になったんかな。ちょっとなえくん、絵になるね。なんか君ずっと絵になるね。なんかどこ行ってもなかなかかっこいい子やなうん、こういうやっぱり緑が似合うね。なぎはいい感じ、かっこいいな。してたらね、さっきあの面白いご婦人にお会いしてやったらね、なんかボーダーコリーはね難しいのよっていう話でね、あなたの技量が問われるわって言われて、私めっちゃそうですねのもうすごい、これからも大変よって言われて、今ねフレンドリーでも 2,3 年経ったらねめっちゃ
ちゃ狂犬になったりするのよって言われてね。めっちゃ答えました。すごいなんかネガティブなことばっかりああ言われて、もうなんかあこれはまずいみたいになって、全然悪い方じゃないんですけどね、あのなんか言うことがすごくあの本当のことだったなと思って、なんかめっちゃあはははってなって、もうそそくさと逃げてきました。まあ全部ね、言ってることは当たってることばっかりなんで、なんか頑張らないといけないなってまた思いました。じゃあもうちょっと行こう。よいしょ、膝が痛い。どこ痛い？行こう。今日は結局天気は回復しなかったですね。もしかしたら晴れるかなと思ってたんですけども、この辺りはすごく厚い雲に覆われたままですね。まあ寒くも暑くもないので全然散歩はしやすかったんですけども、ナギは先週から今週まで2週間こうかなり社会化を意識して取り組んできたんですけれども、まあまあ成長できたのかなと思いますね。ただ、まあ、この辺りでボーダーコリーに会うことがないので、まあ、なかなかこうナギの今の成長がどの辺りにあるのかっていうのは正直わからないんですけれども、あ、さっきね、でも自転車で女性の方が急に近づいてこられて、おはようございますって言われたんですね。で、あれ知り合いかなとかって思ったり、また YouTube 見られてる方かなとかって思ったんですけど、あのそうではなくって、あのボーダーコリー飼ってますって言われたんですね。で、自転車だから多分近所の方だと思うんですけど、まあでも会ったことはないんですけどね。で2頭おられたそうなんですけど、1頭はねあの亡くなられたそうで、今は1頭だけですって言って言われてたんですけども、まああのもう結構なお年だっていう風にも言われてたんですけど、あまだ若いんですねって言われて、あ今7ヶ月ですって言ったら、あこんな感じだったなっていう風にね懐かしそうに言われてたので、あやっぱりねなんかこの時間ってね、もうなんか何度も何度も言うんですけど、もう帰ってこない時間ですからね、本当に楽しんでいかないとって言いながら、あのたまに昇天するんですけどね、空を見上げてあーみたいになるんですけど、でもまあやっぱり幸せな時間ですねこれがね。まあ来週も頑張っていきたいと思います。それではどうぞ来週月曜日もよろしくお願いします。